listening to Shibuya Cross FM.令和4年8月21日日曜日、第22回目東京しゃべりクラブ代表ライブ812オフィシャルライバーパーソナリティ雪の精霊です。雪です。皆さんこんばんは。ありがとう。はい、本日も渋谷クロス FM サテライトスタジオより全力でお送りします。はい、そしてクラブハウス東京おしゃべりクラブの紹介です。輝く女性を応援、働き方自由自在アラカルトをコンセプトにクラブメンバーさんをご紹介。2021年3月18日よりルームを開催しております。本日今夜でなんと776回、明日はオールセブン777ね、777回を明日で迎えます。毎日23時から24時輝く女性クラブメンバーさんが日替わりで登場。そのクラブメンバーさんを雪の精霊雪と2人でお話しするというこれレアなプログラムです。23時スタート24時まで毎日開催しております。はい、そして22回ね、22回目の今日お手伝いいただくパーソナリティさんはゆみちゃんです。どうぞよろしくお願いいたします。早速ですがゆみちゃん、自己紹介の方お願いします。はい、はい、番組をご覧の皆様、ゆみです。よろしくお願いいたします。私はですね、普段、東京都大田区で、手作り石鹸教室をプティジョバという教室を主催しております。あの手作り石鹸作りを教える教室です。で今は、アロマセラピスト、そしてアロマトリートメントのサロンを開く予定なので、うんうん、その準備中です。何その準備中、はい、ちょっと詳しく教えて。準備中、うん、アロマトリートメントっていうのね、うん、アロマオイルって言って、エッセンシャルオイルを使った、はい、ですね、エッセンシャルオイルを植物オイルに混ぜた、はい、オイル、いい香りをさせたオイルを、うん、お肌にこう浸透させて、はい、マッサージみたいな感じしていくんですね。そうそう、そういった、うんうん、ちょっと女性限定にはなっちゃうんですけれども、うん、そういったサロンを開こうと、すごいね、目論んでおります。お、いつ頃これオープンですか？あ、まだまだ、でも あ、うん、まだまだです。あ、ちょっと、まあまだまだ勉強中といいますか、はい、でもね、目標ね、もうこの辺だね、この辺が最後だな、この辺がスタートだなって決めちゃった方がいいかもしれないよね。そうですね、もうね、うん、じゃあ、うん、じゃあ今決める。年明けにはオープンできたら嬉しいかなと。もう来年ですね。8、9、10、11、12、あと半年ないよ、はい、いける？ね、頑張る、ね、応援してます。はい、ありがとうございます、はい、今日早速ね、飾ってあるこれ何でしょう？はい、あ、今日は、うん、今日ちょっとね、また石鹸をお持ちしました。はい、ね、あ、ゆみちゃん、はい、ね、アクセス出てますよ。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、見に来ていただいてる方嬉しいです。はい、ですね、そう、それは何だろう。あ、この前ね、来ていただいた時も、はい、持ってきてくれたんだけど。そうなんです、そうなんです。これオレンジの、うん、またね、ちょっとアイスキャンディーソープを持ってきてしまったんですが、ちょっとね、色が綺麗だったので。いや、めちゃめちゃ綺麗だね。そうそうそう、これとかね、うんうん、そうそう、うんと、こういったカラフルなアイスキャンディーのソープですね、うんうんうん、とか、あとこれはデコデコ、はい、あ、見えないね、なんかどうだろうか。あ、見える見える、あ、ちょっと光ってるかな。うんうん、ね、ちょっと光っちゃってますね、これはね、うんうん、ちょっとパフェみたいな感じのアイスキャンディーのね、石鹸なんですよ。そうそう、いろいろね、こういった押し花を入れた。何、ちょっと押し花見せて。押し花、そうそう、本物、本物、本物の押し花が入ってます。どうぞ。本物の押し花なのこれ、うん、そうですよ。これはすごいね。すごいでしょ、かわいいでしょ。これでさ、こんな綺麗な、これちょっとゴシゴシできないよね。できない？ね、ちょっと飾っておきたくなるそうそう、で、こう洗っちゃうよりももったいない、ね、これ本物なんだ。それはね、そうですよ、本物ですよ。これ何の花、うん、
はい、なんだろうね、うん、なんだろう、なんだろう、自然のお花を使ってるの。そうです、ちゃんと、ちゃんと、あ、ドライフラワー、ドライフラワーね、押し花、押し花、ドライフラワー同じポージングで、あ、なるほどね、そうそうね、こういったキラキラしたものとかも、ね、はい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 、出てきております。ちょっといろいろ、これ欲しいなっていう人どうしたらいいの。欲しいなっていう方は、うん、もうぜひぜひ私の教室に来ていただいたら、うん、お教えしますよ、うんうん、作ってみたいってこともできる。作ってみたい、もう大歓迎です。先生ですか、ひょっとして。あ、こう見えて、はい、私先生なんです。あ、先生はい、ありがとうございますじゃあ石鹸作りのプロ、はい、ゆみちゃん、はい、今日は実はね、あわあわね、はい、放送ということで。あ、そうですね、はい、うん、2人のゆみちゃんが登場して、はい、2人とも石鹸作りをやる。そうなんですよね、今日はね、嬉しい、はい、みんなであわあわしようと。あわあわしましょう、ね、きれいきれいになりましょう、はい、という石鹸じゃないよね、飾っとく石鹸いやでもね、使えるからね、これちゃんと本当に使いますよ。おお、使えますよ。でも使うにはね、ちょっと忍びないね。まあ ね、でも石鹸ちゃんにほら申し訳ないから、ちゃんと使ってあげて、飾ったら使ってみて。なるほど、はい、ね、なんか使うのが楽しくなるね。なる、そうですよ。いいと思います。お子様もね、はい、楽しく洗っていただけるのでね、なんか間違えてこう食べちゃったし。食べちゃダメよ、本当にパフェとかそうそう、これとか食べたくなっちゃうけど、ダメよって。ダメよ、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそれではね、この番組の、提供スポンサー様、はい、ご紹介したいと思います。はい、はい、BMW 専門店のツタヤファクトリー、マグバームのオーガニックサイエンス株式会社、豊かな今を創造する詩の世界、浅川真子、以上各社の提供でお送りします。はい、今日もね、強力なスポンサーさんがね、見守ってくれてますね、はい、ゆみちゃん、強力ですよね、嬉しいです、はい、そして、ここでね、東京車検さん行ってみましょうか、はい、ゆみちゃんご紹介お願いします。はい、東京車検スターラビリンス、映像とともにお届けします。今日はライブです。はい、8月21日ライブをやってるはずですよ。やってますね。行ってるかな、盛り上がってるかな、ね、東京じゃけんさん見てますか、見てますか。きっとこれね、今生放送、生放送って言わないわ、ライブライブ会場で生で聞いてる人がいるはずです。いるはずです。下北沢でやってたはずです。下北沢でやってるんですね、はい、今日ね、はい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 、ね、今度ね、この放送と被らなければ、はい、ければ行きたい、うん、行きたいです。今日 行きたかったんだけど ね、俺悩んだのよ、はい、この放送でね、パーソナリティを今日やるか、はい、ね、東京ジャケンさんの、うん、チケット当日券を買ってそっちに行こうか、どっちか悩んでたの。どう思う、はいはい、そこ悩んじゃうんだね。悩んだの、それでさっき めまいがしてたのそっか、もうめまいしてたって言うでしょ、してた、なんかフラフラしたでしょ、うん、だから放送に、ね、ここ座るべきか東京車検さんの当日券を買ってそっちに行こうか、ね、悩んでたの。でもここユッキがいなかったら、ね、ええ、私大変だった、うん、ええいや、ユミちゃんに任せてねこうスターダーストってこうやろうかと思って。ひどいひどい、やめてもう一人にしないで、うん、まあ、今日ね、はい、あともう一つね、はい、渋谷クロス FM の江崎社長のね、はいはい、講演がありましてね、あ、その辺もね、はい、後ほどゆっくり資料を交えてお伝えしたいと思います、はい、楽しみにしてます。はい、はい、そして、ね、ゆみちゃん、まだ時間ありますから、はい、何か思いの丈をね、ここでもうバーンとこう出してってくれない、うんうんうん、さっき目標を言っちゃったんだけど言っちゃったん最近のゆみちゃんどんな感じ、はい、ゆみちゃんにアクセスはこちらです。あ、はい、はい、お願いします、はい、最近は何を、どんなことに興味持って、はい、まあ、石鹸作りもそうだけど、石鹸作りはね、うん、もちろんそうなんですけどね、最近興味持ってることは、うん、私ワインが好きなんですよね、はいはい、あ、ワインに行くのね、予想外でした今予想外、あ、予想外、そうか、あそこさっきちらっと言ったもんね、未来の展望はね、はい、うーん、はいはい、ワインか、ワインが好きで、はい、それでブラインドテイスティング、何それ、をするのが、うん、ちょっとマイブームなんですよ。何それワインってね、うんうん、いろんな品種からできてるじゃないですか、はいはいはい、でワインを、うん、もうこれは何の品種かわからない状態で飲んで、うん、
品種を当てるっていう、うん、何それ、謎謎みたいじゃん謎謎、そうそうそうなんです、それがちょっとね私のマイムーブになっていて、な例えばこれがさワインだとするでしょ、うん、あちょっと今大洪水を起こしましたけど、はい、これが例えばワインだとします、うん、 Oh yes ね、Oh yes なかなか開かないんですこういう時に、はい、Oh yes こういう感じでね、はい、う、 うん、このワインは、南米産の赤じゃないですか、うんうん、そうじゃない、どこまで当てるの、南米産まで当てたらすごい、赤は見えるか、でもねそれも見えるか、赤だから赤はそう見えてるけど、南米産のじゃ あ品種は何、うん、って、例えば 何種があるの、あ赤だったら、うん、カベルネソービニヨンとか、はい、それ出てこなかったんだけど実は知ってます、知ってるでしょ、うん、言われたらね本当です、ピノノワールとか、はい、それはちょっと知らないな正直、はい、ガメイとかね、あそれも知らない何種類ぐらいあるの、めちゃくちゃたくさんありますね、うんうん、もう品種も数えきれないほどあるんですけど、それをね、うん、代表的な品種しかちょっと当てられないけど、うんうん、それを当てるっていう、うん、ゆみちゃん的に一番おすすめ何、んあのおすすめ品種、おすすめ品種、うん、好きな品種かな、うん、それでいいです、そしたら、はい、なんだろうな、私でも何でも好きなんですけど、うん、じゃあピノノワールとか好きですかね、うん、色は何、白赤、赤やっぱ赤だよね、ワインってさ白はいいけどなんか入ってるか分かんないじゃん、はい、うん、ね、赤っていうとこう回したくなるよねそうポリフェノールも入って、あそうそうそう、うん、回したでね、回したくなる、ホワイトだ、ホワイトじゃないね白いとさなんかこう回しててもなんか You are 空っぽ、空っぽグラスって感じしないところが赤だと Oh yes、はい、ワイングラスです、こうね、シャッフルシャッフルって言わない、こうね回すやつ、回すこれ なんていうのこうやって回すのなんていうんだっけ、うん、これなんていうのこれ忘れちゃった、これこういうのテイスティングでしょ、ちょっと味の、うん、回すのなんていうの、なんクラッシング、あちょっと忘れちゃった言い方があるんだけどね、プロの専門家がいると怒られちゃうよね、そうそう、ちょっと私専門家ではなかったから、うん、あでも好きだっていうのはね、うんうん、あのプロになるね、うんうん、もう第一歩も二歩も先進んでますから、あじゃあ資格でも 、ね、取れたら嬉しいですね、うんうん、前の方なんか資格取らないの資格は取らないですね、でもね、うん、取れたらね、うん、いいですよね、いろいろこうなんか楽しめてね、はい、楽しい、ね、なんか一つでも二つもちょっとほら俺が言った時にさ、うん、この回すの何フラッシングとか言ったらブブーって言えるじゃんそうそうだ、そこまで言えなかったからね、うん、この次ね出ていただくときはぜひパワーアップしていただいてね、そうですね、俺もワイン、まあお酒ね今最近15、6年飲んでないんですけど、あーねーね、うん、若い時にねだいぶ飲みすぎちゃって、はいはい、あの晩年のお酒の量をねもう若い時に飲み尽くしちゃった感じがあるんですよ、なるほど、うん、もうじゃあもう15、6年禁酒の状態で、あ禁酒というかねもう若い時に、はい、あの晩年のお酒飲む量まで全部飲んじゃったの、はい、飲んじゃったね、うん、だからもう打ち止めってやつ、そうだね、もう、うん、もういいね、ちょっと飲みすぎちゃったんで、うん、それ以降のね生きてる間はもう、うん、あの一生の飲む分もう飲んじゃってみましたよ、終わりですよ、うん、そういうのあるよ、あんまり聞いたことない、まあ、ないけどねよく我慢できるなって私は思っちゃう感じあどのくらい飲むんですか毎日、そんなにはでもまあ、はい、たしなむ程度ですよ、はい、なんかこう初めはビールでしょ、うん、ね、こうグッとこう、はい、ジョッキでいって、ね、はい、その後はその後ワインで、あワインで、あもうワインちゃうんだ、ワインちゃいますね、仕上げは何ですか、焼酎かなあ結構いけますね、まあ、つまみはチーズとか、あチーズおしゃれですね、美味しいですね、ね、あのチーズっていうのもあの三角形のがあったりはい、はい、穴が開いたりするのあるじゃないですか、ありますね、あれかっこいいですよね、そうですね、うん、すみません、すごく単純な話なんですけど、うん、かっこいいんですよ、なんか、かっこいい、確かにね、うん、あの形から雰囲気から楽しむっていうのも ね、うん、ね、なんか穴が開いてるチーズってなんか発酵しましたっていうね、はい、感じがするのよ、あーなるほど、まあフランスの人がねボンジュランブサンレブランオールフラいい声で言いますねでこんな感じでさ出されたらおなんか極上のチーズ持ってきてもらったのボンジュブランオールフラモースって言われオーイエスってこうしか言わないんだけどなんかもう外人になってチーズだなって感じじゃない、うんうんうん、おしゃれですね、おしゃれですね、うんうん、じゃあお酒ね、そしてチーズ、はい、ちょっとだね、石鹸とはまた違った、うん、そうですね、お話でしたけれども、はい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 、じゃあ今は石鹸か、はい、ワインを飲むか、今の私はそうです、はい、なんか他にちょっとないですか、はい、
なんかこういうことも最近興味あるんだよねっていう。あー、うん、興味ある、うん、うん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 。まあでも普段どうなんですか。ね、うん、私アロマセラピストを目指してるって言ったじゃないですか。はいはいはい、女性限定のね。女性限定の、はい、男性ダメなんですか。ダメ。なんだそこ壁があるんだ一応ね。そうそうそう、クラブ長のユッキーちょっと体手が後ろに回らない感じなんですけど、はいはいはい、なんかほぐしてほしい感もあるんですよ。あ、じゃあ、うん、こうあれですね、肩だっただけだったらこうね、あ、こういう感じ、後ろからこうちゃん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 って感じでね。夏ですから盆踊りみたいな感じで。何ですかそれ。ちゃん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 、なんか動きが似てない、盆踊りと。ちゃ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 、やっぱりこういう感じ、こう揉み上げる感じなんですか。違います。揉み下げる。あ、いやいやいや、あのアロマセラピストは、うん、あのなんですか、力あんまり入れない、加えないんですよね。うんうん、そうそうそう、リラクゼーションを目的としたこう、うん、滑らかな動きで、うん、そうです、リラックスしていただくっていう、トリートメントしていくっていう周期なので、そうそう、でそれでそうなんかね、最近こう、うん、練習でたくさん。いいですよ、練習台になりますよ。そうそうそう、うん、でね、その皆さん の, この筋肉を掴むっていうか、なんかこう感じるっていうのに、ちょっと私は今実験台にしてください。それも はまってて、はまってる。実験台にしてください。楽しんでるんです。あとで楽屋でね、ちょっと実験台にしてくださいよ。あー、そう、そこまでいけない、まだどうしようかな。今日はね、まあ、いろんな話てんこ盛りですが、はい、今日はもう一人のユミさんに、はい、石鹸のね、手作り石鹸の面白さ、はい、その辺をね、あのユッキーちゃんじゃね、ちょっと太刀打ちできないので、はい、もう一人のユミちゃんをお呼びして、あ、いよいよ本格的に石鹸談義に入りましょうか。了解しました。はい、行きましょう、はい、それでは座席移動です。あ、はい、さてユミちゃん、はい、ね、はい、きらびやかな石鹸がこうね、はいはい、置かれてますけれども、はい、手作り石鹸って実際ね、はい、本当にこうやってらっしゃる方同士の中で出てくる会話ってまた違うと思うんですよ。そうですね、ね、そこ俺ね、うん、期待してる。あ、なるほど、ね、俺置いてけぼりにしないでね、うんうん、たまに振ってユッキーどうってわかりました、今のわかるとか、うんうん、今のちょっとね、どう思うとか言ってくださいよ。ちゃんと振る、大丈夫大丈夫、置いてけぼりにはしないから、ね、もうこれもどん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 小さくなってってなくな、消えてなくなっちゃうかもしれないから。そんなかわいそうなことしないから。どうもありがとうございます。はい、それではお呼びしましょう。東京しゃべりクラブのメンバーさんです。ウェルカムトゥ東京しゃべりクラブレディオ、わたあめちゃん、いらっしゃい。お、はい、どうぞどうぞどうぞ、お待ちしておりました。そちらへどうぞ。今日はありがとうございます。こちらこそです、ありがとうございます。はい、マイクセット、あ、ね、名前のセットがちょっとできないかな。そしたらね、ちょっとね、名前ちょっと立てかけちゃうね。はい、ちょっと待ってね。はい、いや今日はね、はるばるお越しいただきありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、テーマがあるんですね。2人のユミちゃん、ユミちゃんユミちゃんで、共通点が、手作りソープね、うん、手作り石鹸を作っているということでね、うん、どんなお話になるのか、うん、
今日期待してきました。改めましてね、じゃあ自己紹介の方よろしくお願いいたします。おお緊張するはい、はじめまして、わたあめと申します。私はただいま人生100年時代ビンビンコロリを目指して健康的で美しく年を重ねていくために美と健康についての知識を習得中です。宝石石鹸の講師としてはまだスタートしたばかり、至らない点などたくさんあるので今すごく勉強を重ねて研鑽を積んでおります。プライベートでは3人の子供の母、その一方で健康診断のクリニック勤務、カーディーラーの受付、SNS の PR 活動、あとはライブ配信の17ライブのライバーでもあります、はい、ハンドメイドの講師業もこなしており多忙ですが、とっても充実したアラフォーだけど、楽しい毎日を過ごしております。どうぞよろしくお願いいたします。いや素晴らしい自己紹介、お手本のようですね、はい、いやいやいや恐縮です。いやね、もう今一発でこの数分 1,2 分でね、わたあめちゃんっていうのがどんな方かっていうのは今分かったね。分かりました、伝わりましたね。はい、いやさすがやっぱ準備って大事ですね。大事です。俺みたいにこう何にも準備してこないでふらりと不殺状に現れてね完璧だと思うけど放送した、完璧にこなしてる、いやいや勉強になりました、もう勉強になりましたよ、ね、はい、いや早速ですが今日ね、まずちょっと余談から入りたいんですけど、余談、はい、うん、なんだろう余談、今日どっか行ってきましたね、わたあめちゃん。私行ってまいりましたね、ゆっきーさん、はい、どこに行ってきましたか。あ、はい、じゃん、出ました、これカメラアングルいいですかね。こっちかこう見えますかね。あ、映ってますね。これあの渋谷クロス FM の、社長ですね、江崎さん、ご出演のねミュージカルなんですよ、うんうんうん、今日千秋楽でね、そうですね、わたあめさんと、ゆっきー2人で、はい、今日行ってきたんですよ。そうですね、社長の応援に行ってまいりましたね、はい、いやー、はい、これもう泣きましたね。いやもうあんなに自然に涙や鼻水って流れるものなんですね、うん、流れます。はい、びっくり、はい、もう流れ落ちるね、こぼるる涙、うんうん、ね、うん、押し寄せる感動、これ本当ですよ。でもあれ、はい、ゆきちゃんって泣きました。泣きました、俺陰で泣いてたんですよ。あれあれあれ、泣き虫なんですから。あれ、はい、泣き虫なんですから。あれ、ね、泣いてましたっけ。泣いてましたよ、なんかが違うとこが泣いてたような違ってたな。いや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 、でも、ね、本当ね、江崎社長ってね多才なんだなと思うんですよ、うんうんうん、まさかねこのミュージカルの舞台であの熱演をねするとは思わなかったよ ね。ぜひ今度またね、うん、次回機会があったらねちょっと追っかけたいと思います、うん、江崎社長、ね、うん、ゆみちゃんも一緒に、ぜひぜひ行ってみたいですね。素晴らしい、ね、心に響く、はい、うん、もうなんかナチュラルに ね、 うそうね、もうなりますよね、はい、心が綺麗にクリアに、はい、うん、ね、リセット、うん、あんまりストーリー言えないんだけどね、内容的にはね、ハッと驚くところがあったり、ね、って驚かされるところがあったりね、うん、またねダンスとかもすごく、うんうん、ね、素敵で魅了されましたよね、うん、そうですそうです、うん、これどちらの舞台のあれですか。なになになに舞台のね、はい、ありがとうございます。これはね8月17日から21日までやってたんですね。今日千秋楽だったんだよ、はい、特攻隊ミュージカルね、うんうん、そうですね、演劇集団、うん、アトリエッツさん、うん、このポスターね、チラシもかっこいいわね、めちゃめちゃ。あれ、お名前言っていいんですかね。有名な方も出演されてましたよね。そうなんですよね、うん、言ってもいいのかな。言ってもいいんですよ、はい、あれ、うん、うん、あのね、バレーボールで活躍された大林素子さんも出演されてらっしゃって、はい、ねえ、だから壮大なスケールのね、はい、舞台でしたね、うん、はい、ミュージカルって俺あんまり見たことがないんだけど、うん、はいはいはい、いやこれはね、良かったです、うん、また見たいですね。あ、そうですね、うん、はい、はい、もうぜひ私も行きたい、うん、生で見ていただきたいです、ね、うん、うん、ね、江崎社長めっちゃかっこよかったですよ、ね、いやいい役どころだったね、うんうん、はい、かっこよかった、ぜひね今度機会があったらみんなで行きましょう。そうですね、はい、うん、はい、じゃあ早速ね、石鹸の話題に行きたいと思います、はい、石鹸の話題ですね、来ました、はい、石鹸ね、
はい、どんな感じなんですか、作り方ってのはやっぱり皆さん一緒なんですか、うん、作り方、あーね、うん、なんかね、例えば宝石石鹸とかで、うん、あったりするんですけど、うん、それも作り方って本当に様々ってね、うん、多分わたあめちゃんが作る宝石石鹸と私が作るのも、ね、ちょっと違ったりとかあるんですよね、うん、そういうのもまた面白かったり、へえ、これ何が違うの、作り方が違うのかな、カットの仕方が変わってきたりとか、もうそもそも作り方が違う、へえ、あ、なるほどね、うん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 、で当然香りなんかもさ、はいはい、あの好みがあるわけでしょ、好み、ね、そうありますね、あるよね、ちなみに渡辺ちゃんのから、うん、ね、あの香りの好みってどんな感じ、アロマですか、うんうん、私はおすすめは、うん、もう私もアラフォーなので、うん、イライランが大好きでお風呂にも入れたりして楽しんでます、あ、なるほど、なんでって聞かれたら、はいはい、エイジングです、あ、エイジングね、はい、フラン、あ、ごめんなさい、フランフランじゃなくて、ごめん、うん、間違っちゃった、何何何、うん、なんだっけな、フランキンセンスだっけ、はいはい、そうそうそう、間違っちゃった、はいはい、フランフランってお店美容にもね、あ、フランフランありますね、ちょっとどっかで聞いたような、はいはいはい、大丈夫ですよ、いやいや、大丈夫です、生放送ですから、生放送です、大丈夫です、そんなおためさんが好きなのフランキンセンスね、うんうん、結構薬学的にというか、うん、なんかいいんでしょうね、うん、いいですよね、美容にもね、うん、いいですしね、あ、エイジングケア、エイジング、はいはい、そうですね、あ、エイジングケアでありながら香りもいいんですか、フランキンセンス、え、香り、私は大好きです、ね、それぞれ皆さん好みがあるので、ゆみちゃんはちなみに、はい、うん、ゆみちゃん何、あ、そうですね、私はね、うん、なんかね、その日によってまた香りの好みって違ったりもするんですけど、うん、私はでもね、はい、なんか、うん、そうだな、メイちゃんって知ってますか、ん、メイちゃん、メイちゃんっていう何、うんとね、アロマ、アロマ、そう、エッセンシャルオイルですよ、メイちゃん、そうそう、別名リツエアクベバ、難しいねそれ、覚えらんねえな、なんだっけ、なんかの香りに似てる、そうそうそう、柑橘っぽい感じの香りで、うん、そうそう、なんか結構万人が万人受けしそうな、いい香りなんですけど、そうなー、光特性がないアロマ、ないですないです、いろいろ使える、光特性はないけどね、そうなんです、光特性って何、あ、光特性っていうのは、そうそう、なんだ、日光とか紫外線に当たった時に、はい、ね、その精油をつけた、うん、お肌とかじゃない、うん、そこに紫外線が当たると、うん、シミができやすかったりとか、うん、はい、プツプツプツっとね、うん、お肌にできたりとかするんですよ、うん、それが光特性、うん、なるほどね、そう、うん、勉強になります ね、 ね、そういうこともやっぱり覚えてないと、うん、せっかく楽しいアロマね、ライフが、うん、そうなんですよね、あれってこう、あれなんかシミだわっていう、ね、うん、そう、いい香りだからって、うんうん、そのエッセンシャルオイル、光毒性のあるエッセンシャルオイルをお風呂とかにこう入れたりとか、うん、ね、して、うん、ちょっとお肌がシミができたりとかしたらね、うん、紫外線に当たって、うん、その後に紫外線に当たって、うん、シミができたら大変じゃないですか、うん、なので、あー、そういうのもあるんだね、そういうのもあるんです、うん、あ、そっか、今俺ね、光毒性かと思ってたんだけど、光毒性か、毒、毒、毒の方ね、毒、あー、うん、やっぱりいいものの裏にはやっぱり毒もあるんだよね、うん、そうだね、あー、なるほどね、うん、気をつけなきゃいけないところがね、そうですね、綺麗なもの、はいはいはい、ね、綺麗なものってトゲがあるっていうしね、言いますね、うん、はいはいはいそうだね、なんか渡辺ちゃん、いい香りがしますね、それね、今日持ってきてもらったものに、それは石鹸ではないですね、これ、あ、こちらは石鹸ではございません、はい、それもちょっと気になりますけど、それなんでしょう、本当にこれは本当ね、うん、ボールペンです、かわいい、オリボンドレスを着たボールペンっていうのをハンドメイドで作ったりして、はい、めちゃめちゃ可愛いですね、うん、めちゃめちゃ可愛いですよね、はい、まあ必要な方に届けたいなと思って、テンション上がりますね、それで書いたらね、書いたらね、上がる、上がる、結構書き心地もに置いといてもね、はぁ、なるほど、やっぱりこれね、男性はプレゼントにいいんじゃないかなと、女性にね、だ、そうかな、そうだといい ね、うん、女性はもう自ら使ってみたい、うんうん、これどこで手に入れられるんですか、これは、うん、私の SNS から
使っていただくことができますけど。オッケー。なんかいろんな種類あるんでしょ。今日2種類だけど。いろんな種類がありそうだよね。オーダーで作ってます。セーラームーンみたいに作ってとか。あ、なんと。できたの置いてあるんじゃなくて、こうチョイスして、例えばピンクで、なんかフリフリのこう大きめとか小さめとかできるんですか？できる。シンデレラみたいに作ってとか、オーロラ姫みたいに作ってとか、すごいね、シンデレラみたいな。というオーダーはありますけど。へえ、あ、そうですか。じゃあそれも先ほど出た SNS、わたあめちゃんの、SNS からこう注文できると。はい、そうです。はい、どう、はい、興味あった？DM をいただけたら。あ、DM をもらえれば。DM をもらえたら。はいはいはい。どのくらいでできるんですか、大体頼むと。でもね、結構部品が意外と細かいので、はいはいはい、まあ、1日くらいは欲しいなって感じです。いやでもこれね、あのゆみちゃん今言ってたけど、テンション上がるって言ったけど、かなり上がりそう。かなり上がる。なんかね、お仕事頑張れそうですよね。あ、そう。まあ俺男だからね、ちょっと俺が置くと恥ずかしいなと思ったり。あ、ゆっきーちゃんでも似合うんじゃないかな。似合う、似合うかな、似合うと思います。これをじゃあ胸に刺してみてください。はい、わかりました。多分これはとっても似合う。これ何の打ち合わせもしてないでね、やってるんでね。はい、わかりましたって言うしかないですよね。どうだい。あ、超似合います。超似合います。めっちゃ似合います。あ、なんかちょっとアクセントになるんですかね。アクセントになってる。ね、なってるよね。なんかこうちょっと白っぽいものに黒と赤ってインパクトありますよね。あ、なるほどね。いいと思う。偶然だけど、こういう使い方もできるんだ。そうだね。例えばこれなしでしょ。あ、いいかもいいかも。これはありです。ワンポイント。あ、ワンポイントになるんだ。あ、これいいですね。ありがとうございます。ちょっと今日刺しといていいですか。もちろんです。返す気ないんですね、俺。購入してください。ね、まあ、はい、でも石鹸ね、まだまだ興味あるんですけど、それぞれ お二人は、はい、ご自分でも材料から作るんですか。はい、ゆみちゃん。材料から。材料から作ります。材料から、まあ、例えばこっち。綺麗。石鹸。石鹸。これは CP ソープって言って、植物オイルと、はい、化成ソーダっていう、アルカリを、まあ、混ぜて、そしてエッセンシャルオイルで香り付けをして作ります、すごい凝ってるよね。凝ってますよ。マブルになってる。ね、あ、そうそうそう、あとね、そうなんです、そうなんです、デザインもね、ね、かわいい、自分でして、そうなんです、できますよ。でもこれさ、こういうね、素敵な製品、商品ね、ありますけど、ゆみちゃんはなんでこれやろうと思ったんですか？確かに、気になる。はいはい、私は、そうですね、5年前にアトピー性皮膚炎が全身悪化したんですよね。めちゃくちゃ。そうなんです、全身で。それを治すのに、食生活の改善とか生活習慣の改善をしていったんですよ。それで今、いや、治ったっていうか、もう良くなったんですけど、全く脱ステロイドができて、今ステロイド一切使わないぐらい。その時のその生活習慣の改善の一つで、なんていうんですか、合成界面活性剤が入っていない石鹸に出会って、そこからですかね。あ、もうじゃ自然のものです。自然のもの、そうです。確かに。なんかでも化成ソーダってさ、なんか自然のものなのかなと思ったけど。あ、なるほど。でも、もともとはなんかね、海の中の成分からこう作っているんですよ。なのでけ、合成界面活性剤とかではないですし、ああ、なるほどね。そうです、ちゃんと安全なものですよ。なるほど、俺全然親しい。それですね、ごめんなさい。その絵だけだと、その化成ソーダだけだと強アルカリだけれども、だからそれ危ないんですけどね。そのまま使っちゃ、触っちゃダメだけど、ちゃんと石鹸になったらもう大丈夫なので。大丈夫なんだ。はい、不思議だね。不思議なんです。そうそうそう、オイルと混ぜ合わさっていけば。そうなんだ。とってもおすすめなんです。もうまるっきりね、もう打ち合わせしてないもんですから。そうなんですよね。今聞いてもう本当に心から、あ、そうなんだって、もう。そうなんですよ。ふうって感じですけど。そうなんですね。いや、知らないとね。
ね、あ、そうか、そういうところから、はい、じゃ石鹸を使って、うん、自分の体をこう治すっていうか癒すっていうね、そうなんです、はい、それがきっかけ。きっかけです。うん、あ、じゃあ一方でね、うん、もう一人のゆみちゃん、ゆみちゃん、わたあめちゃんはどうして石鹸始めたんですか。うん、あ、はい、はい、私は前職でいろいろ悩んで、うん、苦しい思いをして、うん、あの自律神経失調症っていう病気を患ってしまって、うんうん、その時にインスタグラムで見た宝石石鹸、今日ね、ゆみちゃんのお借りするんですけども、はい、こういった宝石石鹸を見て、なんて癒されるんだろうって。あー、うん、なるほどね。うん、ハンドメイドで簡単にできるって書いてあるって、はい、私すごく不器用なので、うん、なんかでもこれビビってきたんですよね、はい、あ、なんかやってみたいって、うん、それであの先生のところに、はい、DM を送って、はい、習いたいですって言って、はい、習いました、うん、いや、はい、これさ、今並んでるのを見てるだけでも夢が広がるよね。確かに夢がないですよ ね、 ね、うん、使いたくないですね。ね、わたあめちゃんもやっぱりこういうカラフルな、こういうキラキラしたものを作るわけでしょ。そうですね、やっぱり色、うん、その日によってセレクトする色で自分の心理状態とかも見ていけるので、まあ、カラーセラピーとかやるわけではないんですけども、うん、うんうん、なんかものづくりをしている中でこう、うん、心が浄化されて、はい、それで自律神経失調症も徐々に改善していったかなって思っているんですね。やっぱアロマとかも使って自然療法で治っていったかなって実感しているので、なんかちょっとね、なんかちょっと悩んでることとかある方いたらお声掛けいただけたら、うん、いるんじゃないかな、ね、私たちがお手伝いできることがあるかもしれないです。なるほどね、はい、あ、まあ、やっぱり自然のものとかこう香りっていうのはさ、うん、絶対何かに効果ある、ありますよ ね、 ね、 ある、ね、大地の恵みで、そしてエネルギーなので、うんうん、私たちの血と肉となり、おー聞いたら大地のエネルギーだよ、うんうん、はいはいはい、ね、お薬に頼るのではなくて、うん、地球の恵みが、ね、うん、私たちに与えてくれるものって大きいんじゃないかなって、うん、なんか今人間が忘れがちなんだよね。あ、忘れね、そうですね。なんか来た、うんうん、なんか刺さった、今刺さったっ、お、今日あったよね、そういうシーン。あれなかったっけ。あったよ、あったあった、うん、自害するみたいなシーンだった。いや、でもね、本当大地の恵みっていうのはね、うん、これ大事ですよね。自然なもの、大地の恵み、うん、大地の恵み、いろんなものがさ、うん、今世の中に溢れてるから、うん、どれを何を選ぶかっていうのはね、確かに難しい。そんな時に渡辺さんに、うん、ね、うん、ゆみちゃんに聞いてみたら、うん、結構ね、かなり、うん、いい回答いただけるんじゃないでしょうか。まだまだそこまでね、なんだけどね、お勉強中なんだけど、うん、一緒にこうね、お悩みを聞いて、うん、あ、一緒にじゃあ調べようかみたいなことはしていけるかなって思っているんです。寄り添い感がいいですね。ゆくゆくはね、そういったことをお仕事につなげていきたいなとは思っているんだけどもね、うんうん、まあでもね、ゆみちゃんも、うん、あれ、うん、新しいことにチャレンジしてるよね、ね、言ってたのがすごく気になってるんだけども、やっぱりね、何かにチャレンジしてる人って近くにいるだけでもエネルギーもらえますよね、うん、うん、輝きがあるしね、輝き ね、 ね、輝きって見えないけど何だと思う、感覚的にね、うん、あの例えば今これやってるんですって言った時の言葉に力がある、うんうん、力がある、うんうん、ね、わたあめちゃんの言葉すごい力がね、うん、あったし、うんうん、まあ、わたあめちゃんもそうだよね、これからまだまだ目標にしてる、うん、これやりたいってことたくさんあるでしょ。うん、そうだね、まだ人生諦めてないよ、だって100年時代でしょ、うん、まだ半分も生きてないんだよ、はい、うん、ね、だから自分を諦めずに進み続けることが大切かなっては思うけど、うん、ね、はい、うん、今どの辺に向かってあの邁進中ですか。今そうだな、うん、うんうん、まだでも富士山で言ったら3合目ぐらいなのかな。3合目、うん、はい、ゆみちゃんは。私はもうまだまだ、もう全然まだまだ、ふもと青木ヶ原あたりあれ3合目行ったかな、うん、みたいな。あ、じゃあでも同じぐらいだね、うんうん、まだちょっと綺麗な景色は見えないね。まだまだ見えてないですね。そうだよね、目指すものはまだまだ、うん、そうだね、もっと上行かないとね。ありますね、うんうん、同じくです。まあね、あの目標を設定するっていうのもね、これ人生なかなかね大変なことなんですよ。
そうですね、何かをやりたいとか、うん、自分ここに向かおうってこれを決めることをね、あのなかなか悩んでる人もいて、うん、で決めたら決めたでまたそこにね向かう自分がまた大変だったり、まあ、常に大変なんですけど、目標が決まってるっていうのはね、うん、これもう二人から共通することなんですけど、うん、いやこれすごいですよ、うん、なかなかねこれをやろうかあれをやろうか、まあ、いろんな選択肢があって、じゃあどれに向かうかスタートまだ切れてない人もたくさんいると思うんですね。そうですね、確かに。そうスタートを切って、うん、さらにもう向かってる人っていうのはもう一歩も二歩も先生だと思うんですよ。そこから得る情報って多いしね。でしょ、今日ちょっと真面目だな。真面目だ。そうどうだ、じゃあいつも何真面目じゃないってどういうことっていうか、ユキの夢は何、ユキの夢はどこに向かってるの、はい、はい、これは今日あの本邦初公開ですけど、渋谷クロス FM さんではね、はい、これはねもうパーソナリティやってますから、うん、パーソナリティ業ね、うん、全国で、パーソナリティをやってみたい、全国で、はい、例えば、はい、東京、大阪、うんうん、名古屋、ね、九州、あのクラブメンバーさんがいる地域ばっかりなんです、多いところばっかりなんですけど、そういうサテライトスタジオでやりたいです、うん、あ、はい、夢はね、はい、もちろん最後の目標は、うん、自分のねマイスタジオっていうのも持ってみたいですね、うん、放送局ね、うんうんうん、はい、もちろんね渋谷クロス FM さんにもお世話になりながら、はい、うんうん、自分のスタジオも持ちながら、うん、いろんな展開をしていきたい、うん、そこであのクラブメンバーさんもう自由に使っていただいて、うん、自己 PR の場所にしてほしいな、そうだよ、はい、あれ今何人のメンバーさんがいらっしゃるんですか、ごめんなさい、ね、うん、東京おしゃべりクラブ、クラブメンバーさんは今女性160人を超えました。160人を超えた、はいはい、うん、男性は3人、あの自分と、名誉顧問と、はい、マネージャーと、はいはい、ただあのルームでねお話しするのはもう自分一人なので、うん、毎日日替わりで766回目、あ776回目が今夜です、うん、はい、明日はなのののの の、はい、なのののの、何かが起こるかもしれないですよ、なんか起こりますね、本当に素晴らしい方ばっかりですよね、女性起業家メンバーの方がね、女性起業家の集まりなんですよ、そうですね、なのでいつも刺激を受けてますよ、うんうん、あのインスタグラムでね見ると、うん、その人のスペックってわかるんですよ、うん、渡辺ちゃんもね、うん、あの、何やってる、まだなんかまとまりのないものなので恥ずかしいんですけど、いやいやいや、うん、まあ、ご活躍見れるんですけど、うん、一番やはり、あ、すごいな、いいなと思っても、じゃあその人ってどんな雰囲気なのかなっていうのがなかなか伝わらないんですよ、うん、 そうだよね、そんな時にクラブハウスに例えば、ゆみちゃん、渡辺さん、まあ、ラジオでもいいんですけどね、うん、来ていただいた時にこういう普通の会話をしてるとその人の人となりが伝わるんですよ、雰囲気、うん、お人柄っていうんですかね、お人柄、はい、うん、これを伝えるのが、うん、この東京おしゃべりクラブ、クラブハウス、そして、うん、東京おしゃべりクラブレディオ、この2つの拠点を使ってる意味なんですね、なるほど、ね、インスタ二次元世界では伝わらない 2.5 次元、うん、あるいは4次元、4.5 次元、うん、そのぐらいのね、スペックで皆さんにアピールしていこう、なるほど、アピールね、せーの、うん、アピールね、うん、そうそう、そこ大事なんですよ、うん、へー、うん、確かにね、そうね、うん、手元で見れる、スマートフォンで見れる、うん、ね、生で見れる、うん、YouTube で見れる、こういうね新しいスタイルでやってます、うん、さあ渡辺ちゃんも時間もだいぶ押してきたんですけど、はい、これから何か伝えて、放送で伝えておきたいこと何かありますか、そうですね、うん、私もまだまだお勉強中で、うん、なんだろうな、うまく言えないけども、うん、美と健康について、うん、で自分自身がとにかく健康的で、はい、美しく年を重ねていくためにお勉強中なので、うん、はい、SNS をフォローしていただき応援していただけたらとっても嬉しいです、はい、はい、ピュンピュン跳ね上がっちゃいます、よろしくお願いいたします、ありがとうございます、はい、いやー、渡辺ちゃんね、もうキラキラ女子ですから、多分今日ね、QR コードね、先ほども出しましたけど、今出すとね、多分爆上がりするんじゃないかな上がっちゃうね、あ、出ました、かわいい、もう多分ね、もう爆上がりするような気がしますよ、そうだ ねいやいやいや、ほんとね、今日短い時間でしたけど、ゆみちゃん、また遊びに来てくださいね、はい、はい、ありがとうございます、そして、プレゼントについてね、はい、ゆみちゃんからちょっと一言、ちょっとバックしてもらって、もうここからでいいです、ここからでいいですね、説明をちょっといただきたいです、レッドブルジャパンさん、はい、はい、はい、
レッドブルジャパンさんからドリンク6缶セット、そして、本日スタジオ出演の、3人の吹き出しネームプレートに直筆、はい、そうでこちらですねに、直筆メッセージとサインを入れてセットで1名の方へプレゼントいたします。はい、そしてね、自分からちょっと一つ追加なんですけど、マグバームさん、はいはい、はい、こちらからも、お一人の方にね、マグバーム欲しいと、うん、どのぐらい欲しいか、うん、どうして欲しいか、欲しいそう言っていただくと、うん、セットでプレゼントさせていただきます。とってもいい商品ですから ね、こちらからアクセスしていただくとこの商品の良さが、ね、伝わると思います、はい、まあ、男性だけではなく女性だけではなくもう万人に使える、うん、ね、このアクセス QR コードですね、読み込んでいただいて情報を見ていただくとね、なるほどなというのが分かると思います。はい、ありがとうございます。そしてね、プレゼン今、お話ししましたユミちゃんからね、プレゼントにはキーワードが必要です。まずは、はい、ユミちゃんからキーワードをお願いします。私ですね、はい、はい、それでは、キーワードは、ではでは、アロマ石鹸でお願いします、うん、覚えられるかな俺、もう一回言ってくれる？アロマ石鹸、はい、覚えた。 OK、 じゃあ渡辺ちゃんからキーワードお願いします。夢かな、夢、夢、夢、うん、あ、これも覚えやすいね。でも油断してると忘れそう。なんか簡単だと思って、うん、もうなんか夢と今、なんだっけアロマ石鹸、うん、なんか混ざっちゃって夢で見たアロマ石鹸になってる、うん、あ、それで覚えましょう。あ、オッケーオッケーオッケー、ありがとうございます。いや今日もねあっという間でしたけど、それではねプレゼント今こちらに出てますので、ぜひ、ご応募いただければと思います。8月28日23時59分、締め切りです。はい、ありがとうございます。それではですね、コスロイドさん、はい、いきましょうか。はい、いきましょう。男性男装男性バンド、コスロイドさんのメイクマイミュージック、こちらの方をおかけしながらエンディングに入りたいと思います。ノリノリです。ね、いや今日も本当に短い時間、ね、あっという間でしたけど。あっという間でしたね。楽しかったね。楽しかったです。ね、緊張したね。緊張するね。うん、何言ったんだっけ。ぜひね、渡辺ちゃんまた遊びに来てほしいです。あ、こちらこそよろしくお願いします。ありがとう。そして今日ね、ゆみちゃん3回目どうでした感想。あ、今日も。うん、ちょっと最初緊張したけど、うん、楽しかったです、うん、ね、ありがとうございます。2人のキラキラ女子にね、うん、今日も囲まれ、はい、160人の代表として、うん、今日ねご出演いただきました、うん、今日もありがとうございます。最高でした。来週はですね、なんとマグバ来週じゃないですね、次回ですね、次回の放送はマグバームの社長がね、2度目の、うんうん、ご出演ということでね、9月4日の放送になりますけれども、ぜひぜひ皆さん楽しみにしててください。多分マグバームについてね、まだ疑問を持っている方、うんうん、こちらの方もね質問などもねいただけると、うんうん、お答えできるんではないかなと思っております。はい、はい、それではそろそろエンディングです。15秒前ですね。はい、はい、それでは今日も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。また2週間後にお会いしましょう。東京おしゃべりクラブ3、2、1、0